どうも、よい風景です。アクションバージの実況プレイです。前回のパート2撮った後、探索範囲広がっていろいろ探索やったんですよね。でもな、僕の音声が入ってなくて動画に。それで、その分の探索1時間20分くらいかな。編集して3、4分の短い動画にして、この僕が喋ってる後にくっつけて、で、そこからまたね、撮ろうかなと思います、今回は。さあ、ではまたね、やっていこうかなと思います。今回はちゃんと録音してるはず。なんかこう マイクは抜けたんだよな。そうなんだよ、マイク抜けたんだよ。抜けたっていうか自分抜いたんだよな。そうだった。で、前回この辺りで、ドローンを解放したんですよね。で、この下まだ見てないとかね、いろいろあるので。そういえばドローンがあると協力してくれる人みたいなのもいるんですよね。あ、こうなってるんだね。なるほど。これなんか意味あるのか。したら、じゃあ今度こっちか。
あ、なるほど。健康アップ、いいですね。かなり健康になったな。ここは、いや、掘れないですね。こう何のためにあるんだ。じゃあ今度こっち行ってみるか。で、この先で、ドローンを、これ、これ味方なんだよな。で、この先だ。この辺りですね。この上まだ行ってないんだ。で、掘れるわけじゃないのか。こいつ、そんな大したことなかったと思うけど。あ、そういえば新しい銃弾も入手したんですよね。使いますか？これハイポアトマイザー、ボス戦大活躍だったけど、微妙に役に立ってないな。こう、手段の端からこう、副弾が出るみたいな。説明合ってる。こういう時はでも有効じゃないですね。こういう時はやっぱキルバーで。こうか。そこにいる。アリ地獄っぽい。飛んでるけど。でもアリ地獄ってこんな感じですよね。アリ地獄ってなんかのガの幼虫なんだっけ、そういえば。あ、飛んできやがった。よし、その小さいやつ飛びかかってくるか気をつけないといけないですね。よし、貴重な回復なんで。あ、ちょっとビームビーム、足を当てていくみたいな。あ、そこにいたのか。敵多いなこの辺。しかもここ一癖も二癖もあるようなやつが。こいつおとなしいな。よーし、いそう。おー、しかも回復までくれて。いいやつだったんじゃない。ビームがやばいんで。よし。やっぱキルバーこういう時便利だよな。飛びかかってくる条件がわかんないな、今一つさ。おっと、よし、ここにもいる。今回はあれだよな、収録ミスしちゃった回でボスも倒したんで、これ抜けられないよな。抜けられないな。まあ、ボスまでプレイしなきゃみたいなプレッシャーもないからいいかもしれないな。気ままにやるのもありかもしれないですね。これこれ、コキ出せるんだった。で、これ穴も掘れる。多少の攻撃もできます。まあとりあえず呼吸を使う。あ、これが開いたのか。あ、なるほど、そうかそうか。これは何だ。それでじゃあそこを通行できるってことか。なるほどね。そっちの右開いたかどうか一応見ようか。いや、開かないか。なるほどなるほど。その上にも行けるみたいだな。とりあえず左に道があるってことは確認したな。よし、とりあえずこっち行ってみるか。あ、やった、セーブポイントだ。来てよかった。あとさっきちょっと気がついたんだけど、セーブポイントの上埋められてないですよね。で、これジャンプすると埋まるみたい。特に何かあるわけじゃないみたいですけど、マップ達成率的なものに関係あるってことですよね。そこさっきのとこだな。綺麗なとこですよね。こう野外に出られるようになったんで、
マジかー。どこなんだここは。さっきのところは復帰できるのか、壊れるかどうかチェックしたほうがいいかな。なんかね、そういえば隠しエリアみたいなとこ見つけたんだよ。これ上がれないか。ダメだ、足りないな。さあこの下だと思うんだけど、なんかドローンが復活したってことで、あ、その上の方にはなんかアイテムがあったな。もう回収し済みですね。ああ、表層部分、そしてミオ、異分子が裂け目に足を踏み入れた。とりあえずこれはベルスカーおかげで修復ドローンが彼女を再生できたようです。我は何時と同じくつつましき捕食者。なんか変なこと言ってるね。我々は似た者同士。捕食者だって我はむき出しのうち震える内臓について述べている。意味がわからないですけど生命したたる細胞小器官切除され、捕食され、そしてついにはベルスカードリーマーで、ドリーマーですドリーマーだね。マインドワールドを作る特殊なルサルキ。そういう筋書きでいくのか。微妙な意味がわかんないですけど頭大丈夫ですか。デバッグした方がいいんじゃないですか。とにかくしばらく昔、我はアテトスの装置を一つ盗んだ。しかし作動させることは叶わなかった。この後ろの方に転がっているはず。分かった。またこれからもよろしく。後ろの方に、だからあれ、行ったよな。そう、行きましたよ。もう一回行く。じゃあ行きますか。あ、鼻にくっついちゃった。行けた。でも一度行ったんだよな、本当に。この辺りで何かを回収しました。なんだっけ。だからこれじゃないんだよな。インベントリーで見ようか。なんだっけかな。ハイポアトマイザーかな、武器の。回収したのは。あとはパスコードツールとかかな。この辺のなんかこう、アイテムを回収したような気がする。さあ、じゃあこっからどうすればいいんだろうね。これ以上なんか情報はくれないのかな。なるほど。じゃあ、探索してないところ多分あると思うんで回りますかね。さあ、この先ちょっと行けそうですね。こいつで。何があるんだろう。無視していくか。うん、この貧弱な光景倒せるのかな。いけるかな。あ、時間かければいけるか。頑張れ頑張れ。よしよし。ここはここがアンチか。地道に行こう、地道に。その右のブロック壊しそうですね。ちょっとじゃ、いけるかな。あ、こっち吸い取られるんだったな。あ、どうすればいいんだろう、あれ。よし、回復出た。よし、いいぞ。そしたらこれは下の方に誘導して、よし、ここはこれでいいな。ここだよな。その右入ってみるか。今行く。ここなんかあるのかな。あ、なんかあった。よし、とりあえず一つ回収した。英語ここ下どうなってんだろう。ここで倒せないかな。上がってこい。上がってこないか。このまま行く気ないか。
こっち来る、あ、来るな。誘導して一体ずつ倒すしかないか。よしよし、なんとかいけるかもしれないか。飛びかかってくるから、よしよし、購入すればいいのか。回復もしたぞ。条件いいな。なるほど、あえて動かない方がいいんだ。知らなかった。よしよし、一つ学んだな。こっち何があるんだ。あ、なんかある。なんだろう。ボランチ、分岐したエネルギーボルト、なんだそれ。とりあえず戻ろう。さあ、なんだこれか。わ、すごくないこれ。え、すごくない。苦労した甲斐あったんじゃないこれ。この上まだ見てないのか。ダメージは低いな。この絵まだ見てないな。うん、ボランジェがあっても役に立つ。あいつは変化させちゃえば楽なんだ。あ、なんかあるぞ、この先。うわー、どこにいやがった、こいつ。よしよし。いや、キルバーのはいいな、あいつの場合はな。いやー、でも遠くからだったらやっぱホランジ試してみたくなるか。あ、え、どこにいたの、ほんと。よしよし。とりあえず回復出してくるのありがたいな。ほんとに。こうなったら掘れないか。掘れないな。さあ、何があるというのか。わ、注射器。なんだろう、バイオフラックスアセレーター、健康最大値で変異。え、部屋のど真ん中に注射器が転がっている。なんてか不安な感じ。この中には何ていうのか、少量の血液マシンが含まれている。いわばあなたの頭脳のように。ん。パワフルな修正は可能。さあ摂取して。まさかこいつをジブチに突き立てろなんて言わないよね。もう遅すぎ。言葉遣いどうした。すでにモエルのポートに必要な情報を転送済み。あなたの体は今から新たに生成されていく。人間やめろってことだね、きっとね。ワイヤレス契約注射。なんでかその方がよっぽど気色悪いぞ。そのうち便利に感じるはず。でも痛手を負っていない時にしか作動しない。礼を言うべきなんだろうな。とりあえずもうそれを摂取したんだね。あ、尻尾生えた。尻の穴から。マジか。あ、そこ。あ、壊れたな。あ、なんか、あ、またこっか。そう、隠しエリアがあるんですよ。結構難しいと思うんだよな。どうする。その上にいる敵倒したいな、できれば。ちょっと回復取りたい。てかこっから戻れないみたいだな。その左から戻れないみたいですよ。よし、なんかアイテムっぽいのがあるっぽいんだよね。行っちゃおうか。それはおらん、ダメージを与える。回復出ないな。やっぱりキルバーか。よし、あいつカモだな。割と回復くれるんで。やっぱりキルバー強いな、威力あって。でもこういう場合は
オランチ。こっちか。あっ、びっくりした。地面にいるのか。これ下にいるんだね。出るかな。いや、いないな。いそうな時いないな。いや違う。とりあえず変化させておこう。無理やりすぎた。上行けないか。まあいいか。とりあえず弱体化させておこう。よしよし。あ、いけねえいけねえいけねえ。上はどうなってんだ。あ、ただ敵がいるだけか。そんな隠しエリアがあって、あの他のもあったんですけど、それでここは危険だから出なさいってこう言われるんだけど、でも頑張って探索したらね、アイテムがありました。2つくらいあったかな。体力増進みたいなやつとかっていうのは全部僕の音声が入ってなかったんでカット。今ちゃんと入ってるよね。これで入ってなかったらすげえショックなんだけど。まあ多分大丈夫だと思います、表示見る。あーっと、いや、よく見ればでもいるとこわかるな。食らってから気がついた。抜けちゃう抜けちゃう。そこの辺には潜んでないな。あ、そこにいるわ。よしよし。下にも行けるのか。とりあえずこっち行ってみるか。はい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 。いや、待て待て、まず遠距離だ。よーし、でこれは切るか。よし、さっきの下気になるな。何があるんだろう。あ、やったあった。これはフラグメントだよね。だね、健康フラグメントでしたね。あいつ厄介だな。倒さざるを得ないか。あ、下に隠れてるな。これはキルバーにして、よし、なんだっけ、オフィーリアを探せみたいなこと言われてるんですよね。確かそうだったよな。でもどこにいるか全然わかんないですよね。どうすればいいんだろう。またそこ隠れてるな。こういう場合ってさ、まあ、ダメージ通るな。よしよしよし。そこまたいるな。先手しちゃうダメージ与えたいですね。やっぱり遠距離からやるのがあいつは一番いいな。しかしこの銃最高だな。攻撃範囲広くてさ、まあ威力はそこまででもないですけど、多分前段命中させればね、近接して強いんだろうけど。これなんだろう、
レンジアップ、武器射程を半永久に拡大、適用する場合のみか。さあ、やっぱりここだよな。ここ飛び越えられるんだよね。それでこのマップの右とかなんかありそうだから、そこ見たいんですよね。どうしようか。下を降りない方がいいのかな、それともここに行けたいんだよな。わかった、よしよし、なんかあるだろそこ。よし、ようやく行けた。これ何なんだ。グラプネル、岩からぶら下がることを可能にする怒り方つかみ機発射。いいですね、こうか。あ、いけそうだよな。よし、いけた。破壊力アップ、やったー。この先いけるなんないかな。あ、ダメか。だよなー。あ、いや、いけるじゃん。いけた。え、てかこれ壁じゃなかったんだ。あ、でも、とりあえずいけた。うわ、なんだなんだこれ。お、すげえ。すごい、これ乗り物だったな、これ。油断してると叩き落とされそうだけどな。あそこ上道がある。え、さらに左にもあるのかな。これはまあいいか、とりあえず新しいエリア来たってことだ。あ、なんかアイテムありますね。あ、これセーブだ。よし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 、進んだ。うん、ここなんていうエリアなんだろう。ND って書いてあるな。こう縦長のマップってことか。なんかこうエリア間の廊下的なそんな感じになってるのかもしれないですね。だから多分この上が別のエリアになってるかな。よし、じゃあ今回はこれにしよう。よかった、進んで、積んだかと思った。はい、じゃあこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。